最善を尽くそう。行くよ。アルミ、大丈夫？顔色が悪いよ。エレンたちと同じ班だったよな。あいつらどこ行ったんだ。アルミ、まさか。見りゃわかるだろう。全滅したんだよ、こいつ以外は。うるせえな。アルミは何も言ってねえだろ。こんな巨人から丸見えの場所でおしゃべりしてる場合じゃねえ。私らも食われちまう。やめて二人とも。とにかく目立たない場所に移ろう。アルミ、動ける？お前ら休んでる暇はねえぞ。巨人どもにだいぶ押されちまってる。市民の避難はまだ進んでねえ。今公営に抜けられたら大変なことになるぞ。うん、でも気になることでもあるのかい？何があったのか大体察しはつく。とにかく今は時間がねえ。生き残りの兵をかき集めて少しでも巨人を食い止めるぞ。あなたは先に行ってて、私たちも後で合流するから。壊滅状態だったのに、後方にいる住民の避難はまだ終わらねえのか。そうみたいだね。俺たちで中衛を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。あっちにいる中衛の班に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況みたいだね。倒したな。さすがだね、ライナー。ここはもう大丈夫。他の仲間の援護をお願い。救援要請か。先輩方はほとんどやられちまったのか。そうみたいだ。
他のみんなはどうなったかな。今は仲間を信じるんだ、ベルトルト。討伐する。巨人を侵入させちゃまずい。誰か援護を頼む。ありがとう。恩に着るよ。よかったらこれを使ってくれ。やってやるぜ。討伐する。数が多いね。キリがないよ。なんとかするしかねえだろう。援護に来ました。ありがたい。頼む。やるじゃないか。どうも。もう平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。来ました。悪いね、助かる。心配。住民の避難はどうなってるんだ。公営の様子を見てきてくれないか。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。見事だ、アッカーマン。さすがだな。
住民の避難がまだ済んでいない。総員、あの貴公子から住民を守れ。お前は中衛部隊の新兵か。住民の防衛を手伝ってくれ。敵を取りこぼしたのか。早くここを片付けてエレンのところへ。避難完了には時間がかかるか。やった！やるもんだな。住民の避難はまだ終わらないのか。倒す。どうだ。ありがとう。ここで死ぬんだ。落ち着いてくれ。我々駐屯兵団が必ず守る。拠点は任せ。邪魔だ。討伐する。住民の避難は完了したな。俺たちも撤退だ。壁を登るぞ。精鋭の撤退を支援してきます。おい、悪魔。そこの新兵、あいつを追ってくれ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。
隊命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。壊滅する前に何とか突入しねえと。やってやる。死んでたまるか。人数を揃えて先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れた奴を探して協力を頼んでくる。何とかして本部の周りの巨人を減らさないといけません。助けが必要だな。本部に群がってる巨人を討伐しねえと。討伐した応援団、助けが必要だな。とりあえずこれを使って。飛ばして。
助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。ここで死ぬのか。私たちは本部突入の作戦を行っている。協力してほしい。何？分かった、手を貸そう。これはお前が使ってくれ。ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せるかも。やるぜ！敵将、もうおしまいだ。やった！俺たちは本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。了解だ。なら、これはお前に渡しておくぜ。討伐した！ありがとよ。これがあれば、本部に群がってる連中を倒せるんじゃねえか。間に合ったみたいだな。僕も戦うぞ。なかなかやるじゃないか。倒した！本部が崩れかかってる。討伐する！やった！じゃあ、まさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ！何としても本部に突入するぞ！ジャン、勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。やるしかねえだろ。もう持たねえぞ。周りの巨人を急いで何とかしろ。
突入できるんじゃないか。あいつは、くそ、俺たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。心配ない。ありがとう。
す。やりますね。本部に突っ込むなら今しかねえ。行けるか？この世界は残酷だ。美しい。いい人生だった。やるよ、これ。あったかいだろ。ほら、早く帰ろうぜ。俺たちの家に。
でしまったらもうあなたを思い出すことさえできない。ああ人を殺してる。